ホンダ技研工業、ホンダ技研工業のモータースポーツ、ホンダレーシング HRC 製、モートジッピーマシン RC212、VHRC が開発したダウンヒル用、マウンテンバイク RN-01 株式会社、ホンダレーシングは、ホンダ技研工業出資の二輪、モータースポーツ専門会社。本社は、埼玉県朝霞市に所在し、ヨーロッパ拠点をスペインに置く。社名ロゴは、 主に HRC という表記を用いる場合が多い。通称として定着しており、本校でも以後は HRC を用いる。国内外の主要を二輪モータースポーツにおいて、ホンダのワークスチームとしての活動、及びワークスマシン開発、プライベーター向けレースマシンやキットパーツの開発、販売を主な業務とする。二輪モータースポーツの社会的認知を高め、 またレース活動の効率化と一般ユーザーへの還元を目的として、すでに別会社として1973年に設立され、世界耐久選手権に RS 戦を参戦させるなどしていた、レーシングサービスセンターとホンダ技術研究所内において、ロードレース世界選手権に NR500 を開発、参戦させていた開発チーム NR ブロックが一本化される。 形で1982年に設立された。市販車ベースのワークスマシン開発とレース用パーツ供給でプライベーターの活動まで支援してきた RSC の組織体に NR ブロックが持つ純粋レースマシンの開発体制が加わることで効率的に頂点から裾野までのレース活動全体に携わる専門企業としての体制が整った。それと同時に 1959年の満島 TT レース出場に機械を持つヨーロッパにおけるレース活動の拠点を島国であるイギリスから大陸にあるベルギーに移転させることで利便性の向上を図った。初代社長には NR ブロックの総責任者であった入間尻じ一郎が就任。レース専門の別会社としたことで本社の業績に左右されにくい継続的な レース活動が実現できるようになった。これには、ホンダが乗用車の販売に注力することを理由に1967年から1978年にかけてロードレース世界選手権への参戦を休止したことで、技術者の育成が滞り、市販車を含めた二輪車の開発力が低下したという反省があるものと考えられる。 1983年には早くも NS500 でマニファクチャラータイトルを獲得。その後も NSR500 や RC211、ボルトで数多くのタイトルを獲得するなど戦闘力の高いマシンを送り出し続けている。また市販レーサーでは、開カテゴリー向けの RS125R や草レース向けにもドリーム 50R を用意するなど、 底辺からもレースを広めるという会社設立の理念を反映したラインナップを整え、ハードの面から二輪モータースポーツの発展に貢献している。変わったところでは、2002年よりマウンテンバイクダウンヒル競技専用自転車の RN-01 を開発、製造し、マウンテンバイクジャパンシリーズ及び UCI ワールドカップへ2007年まで機材を供給していた。 さらにジャパンシリーズへは2003年から2006年までの間、チーム G クロス、ホンダとしてワークス体制で参戦していた。なおこの時に得た材質加工技術が RC212V で初採用された二輪車用シームレスミッションの開発に生かされているという、過去に所属したライダーを含むなど、ありがとうございます。